こんにちは、スタイルバイルロームの高橋です。レショップコンセプターの金子です。では今日こちらになりますけれども、はい、チノパンですか。はい、これもしや結構有名なあれですよね。有名なあれですね。ですよね。まあ、あの古着とかね、ミリタリーを通っていればみんなご存知の、まあ、あのモデルっていう感じですね。はい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 。今回ですね、あの、はい、久しぶりにちょっと LE の新作ですね。まあ、今回きっかけとなったのは、まあ、この僕が長らく履いてきたこの M43 という US アーミーの40年代のモデルですね。はい、意外と僕アメカジ歴は長かったりするんですけども、はい、結構ジーパンの方が割と履く機会が多くて、うん、そうですね、あんまりなんかチノパン今までそんなたくさん買ってきたわけじゃないんですけども、ただまあいろいろ買ってきた中でこれがやっぱり一番なんかフィットしたというか、うん、結構気づいたらよく履いてんなみたいな感じがしてて、ずっと LE でチノパン作りたかったんですけど、まあ、やるならやっぱこれかなっていうのは。なるほど。まあ、それも1年ぐらい前から考えてて、でもなんかただ作るだけでももうたくさん復刻もされてるし、そうですね、まあ、みんなやっぱねすごいモチーフにされる方多いから、まあ、わざわざ作るんだったらなんかひとひねり必要だよなってちょっと思ってですね、はい、まずですね、浮かんだアイデアというのが、まあ、LE のやり口としてはもう皆さんまさか、はい、これはあ、まあそう来るよねみたいなとこだと思うんですけども、はい、あのスタンダードとワイドを作りました。出ました。はい、出ちゃいました。もちろんこれすごい良かったので、もうこの、まあ、ほぼ同じようなパターンでスタンダードを作ってですね、加えて今回そのワイドというモデルを作りました。だいぶワイドストレートですね。だいぶ太いですよね。はい、まあ、US アーミーのものって、ね、よくそのレギュラーミディアムとか、はい、よくそのトップスとかでもそういうフォルム違いみたいなものがあって、まあ、LE でも多少参考にさせてもらうこと思うんですけども、まあ、今回もきっかけとなったのは、まあ、US アーミーってそもそもそういうあのフォルムの違い の、ね、あのアイテムって多いの で、 そうです、ね、じゃあこの43チノでもそういうものがあったかもしれないし、まあ、あってもいいんじゃないかなっていうので、うん、勝手に作り上げたものなんですけども、現代版のサイズ展開をこれで実現させたということですね。はい、ちょっとアイテムについてですね、はい、もう少し深掘りさせていただくと、まあ、有名なのは、有名というか最初出てきたのは M41 パークと呼ばれる、はいはいはい、まあ、これより1個前のモデルがあるんですけども、こちら2番目のモデルになってます。うん、ただですね、これおそらくその移行期みたいなモデルで、詳しい方だとまあすぐ分かるかもなんですけども、まあ、いわゆるこのパンツのディテールでいうこのテングと呼ばれるようなこの部分ですね。はい、これ特徴的ですよね。はい、でこれがガスフラップと通称呼ばれているもので、まあ、結局は腰回りのこのフィットを落ち着かせるようなものだとは思うんですけども、これがついているものがまあ43と呼ばれてるんですけども、はい、ただ43って通常このポケットが型玉口と呼ばれる仕様になってるんですが、こちらはあの M41 と同じの両玉口というものになってます。はい、なるほど。はい、でこちらも両玉になっていたりとか、あ、コインポケットも同じようになってるんですね。はい、そうなんですね。ですのでこの41と43がまあミックスされた仕様ではあるんですけども、僕の中ではどちらかというとまあ43に近いかなっていうところで、商品名としてもちょっと43みたいな風に書かせていただいてますね。まあ、43の要素が多いっていうことですよね。そうですね、どちらかというとそういうまあ印象があるなと。あとですね、ディテールに関してはまあかなり忠実に再現してまして、はい、まあ、運針からまあ、例えば細かいところだとこのベルトループの幅とか、結構この辺って大丈夫かなとか思いつつ、しっかりと国内の縫製工場で、はい、まあ、結構ここまでやるのってなかなかどこでもできるってわけじゃなくて、あ、そうなんですね。はい、へ、企画チームがですね、いい工場を探してですね、なるほど、極力この復元できるところを、はい、見つけてやってるんですけども、うんうん、あとまあ、例えばこの袋布とか、はい、スレキと呼ばれるスレキ、はい、結構近年のワークパンツとかだと、まあ、かなり薄いちょっとシーチングっぽいものが多いんですけども、この当時のってやっぱかなりしっかりしてて、まあ、表地にも使えるぐらいの
結構しっかりしてますね、はい、だからあんまり確かに穴開いてるのとか見たことないなと思うんですけど、でしかも80年ぐらい前ですよね。そうなんですよ。ですよね、はい、そうなんです。すごい丈夫に振るっていうところをオマージュして、はい、まあ、こちらもあのしっかりとかなり厚手のものを使用して、あ、はい、結構これ何回洗ってもへたれなそうな生地感ですね、 ですね、はい、あとはこのさっきほどご紹介したこのガスフラップ、こちらは実際これちょっと長すぎて履くときも面倒くさかったりしてて、はい、確かにあのちょっと半分ぐらい、ね、半分もいかないかな、あんま違和感ないように、まあ、よりリアルな形というか、はい、今ならまあ、これでいいんじゃないかなっていうところで収めてます、まあ、実用性を兼ねてるわけですね、はいはい、どちらかというと一番違いがあるのはあの素材ですね、うんうんうん、あの結局まあカジュアルに履きたかったんで、はい、一からちょっと探しました。あんまりこれの復刻っていう風にするんではなくて、まあ、この形に対して、まあ、何がいいんだろうっていうのを、まあ、小森さんとも相談しながら探しました、はい、まあ、大きな違いとしてはこちらの装置あの2本で寄った糸で作ってるものなんですけども、はい、こちらの端子って呼ばれる1本の糸で作ってるもので、どちらかというとその方がまあカジュアル感が強い、うん、で、まあ、ちょっとね触ってみると分かるんですけども、ちょっと起毛感なんかもあったり、あ、確かに、うん、ふわっとしますね。あとすごいソフトですよね、生地感が。そうですね、履いて1年ぐらい経ってるぐらいの具合というか、そう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 、どちらかというと履き込んだ感じですね、はい、でこっちってやっぱかなり硬いごつい印象があると思うんですけど、そうですね、対してなんか見た目は似てるんですけども、だいぶソフトで履きやすい、うん、この生地はあの結構評判も今のところよろしくてです、ね、うん、今も履いてるんですけど、ここの裏もすごい肌当たりですよね、うん、いいですね、ストレスなんかかけて、はい、いやー履いてみて改めて金子さんどうでしたか。これあの僕が持ってるやつよりも2インチちょっと大きいんですよ、はい、あ、サイズアップしてるんですか、はい、サイズ上げただけでもちょっとゆったりしてて、でかつやっぱ素材がめちゃくちゃ柔らかくそうなんですよ、気持ちいいから、なんか全然僕の元のやつよりいいなみたいな感じでなんか僕の場合もしかしたら32インチで、はい、ワイドだとなんかまた今の感じがよりフィットして楽しめるのかもしれないなと思って。そうですね、今ワイドのサイズは、はい、これ32ですね。32まさしく、うん、ちょっと緩いぐらい。そうですね、うん、でベルト絞って履いてるんですけど、やっぱりいいですね、うん、この太さなのになんかやぼさがない、うん、まあ、なくはないんですけど、ちょっとひっそりいるんですけど、うん、綺麗なんですよね、まあ、革靴合わせてるっていうのもあると思うんですけど、うん、なんかあと、はい、お、はい、どうぞどうぞ。いや、あの僕チノパン結構、うん、一時期すごい探してる時があって、うん、色が本当にないんですよ、自分の気に入るの。薄すぎず、うん、濃すぎずの、なんとも言えないこの茶味を帯びてる感じというか、ね、なんかちょっとグリーンがかってて、はい、なんかベージュと呼ぶにはちょっとグリーンだし、ね、何色だろうみたいな。なんかカーキって言っていいんですかね、うんうん、カーキに近いですね。そうですよね、うん、なんか普段あんまりそのね、ちょっとオーセンティックなものでも結構デザイナーものとか履くから、うん、そうですね、意外となんかザ・オーセンティックのもの履いてるのあんま見たことなくて、あ、上とかも、はい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 、必ずなんかちょっと、ね、なんか綺麗にしちゃいますね。そう、ひとひねりあったりとか、はい、でも、まあ、そういう服がやっぱ似合うなと思うけど、このめちゃくちゃザなオーセンティックだけど、ただそのシルエットがワイドになっただけで、なんかいつもの高橋さんのあの感じがなんか出てる、はい、あ、なるほど、なんて言うんだろう、ただ431の履いた感じとはやっぱ全然違うから、うんうんうん、僕みたいな、ね、結構オーセンティックザが好きな人も、ちょっとそのひとひねりある、うんうん、そういったものが好きな人も、はい、これはやっぱりシルエットの選び方で両方いけるかもな。そうですね、うん、確かに、なんかちょっと改めて
ね、いいなって思っちゃいました、ね、はい、自画自賛じゃないですけどちょっと恥ずかしいですけども、いやでもすごい、これはまた名品な気がします、うん、ではこちらの LE の M43 の血のパンなんですけれども、発売日は金子さんいつでしょうか。はい、概要欄にて、はい、概要欄です、そちらをご覧いただければと思います。それでは動画は今日以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。